襲撃を受けました。被害は甚大、統制を失っているとのこと。何？船が？これでは城への援護がならぬ。兵器を稼働させよう。これだけ数があれば奴らも手に負えまい。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。どちらか。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。おしまいにするわ。あれ、あの時、この武士が父の仇は討った。だがまだ終わりではない。我らの戦いはここから始まるのだ。敵将討ち取ったわ。それでこそ連死だ。父、孫文代の仇、豪祖は討ち果たした。皆、勝ちどきをあげよう。これで曹操の南進に備えることができる。皆、本当によくやってくれた。我ら新参も祝勝の皆様と共に戦うことができた。この勝利、喜びもひとしおというところか。ああ、俺たちも活躍できたしな。やれやれ、また調子に乗りおって。いいじゃない、本当にみんなで頑張ったんだもの。まったくです。少子一丸となって孫悟の未来を開けたのですから。へへ、中弥様嬉しそう。なんだか私まで嬉しくなっちゃう。しかして孫権殿、この者の初段いかがなさるおつもりか。殿、俺に任せてくれませんか。こいつは父上の仇だったら、俺が決着をつけるのが道理でしょう。俺が倒した奴の中におめえの親父がいたってのか。どうでもいいぜ。よくある話だろ、そんなもんはよ。待つのだ、亮斗。観念よ。私との約束を覚えているか。お前を倒せたら、私の仲間になることを考える。そうだったな。殿、本気で言ってんのか。俺はあんたの仲間を散々切ったんだぞ。言ったはずだ。私には一人でも多くの仲間が必要だ。カンネ、お前は何を望む？何を求めて酵素に仕えていた？さあ、んなこといちいち考えちゃいねえよ。ただ突っ走ってなきゃ収まらねえんだ。水族をやってようが、酵素に仕えてようがよ、俺の中の何かがずっと渦巻いてやがる。逆に聞くぜ、あんたと行けばこの気持ちが収まんのかよ。ああ、そうだ、観念、この孫忠坊と共に来い。お前の熱きたぎりで孫悟の明日を切り開いてくれ。面白い。じゃ、世話になるとすっか。殿って呼びゃいいんだよな。認められるかっつうの。殿、俺は認めませんよ。亮斗、お前は父の後を継ぐのだ。両宗帰化の兵らは
今より全てお前に預ける。そんな、ちょっと待ってくださいよ。俺はまだそんな。誰もがそうなんだ。自分にはまだと思いつつ、自分の時が巡ってくる。私とてそうだった。だが、時が来たならば立たねばならん。私も、お前もだ。リョト、私に力を貸してくれ。殿、ちょっと詰め込みすぎですって。俺は今、何から考えればいいのかもわかりませんよ。すまない。だが、お前ならば全てを返し、前へ進めるはずだ。殿。やはり虎であったな、周囲よ。孫権殿とも孫策殿とも違う。しかし、まごうことなき猛虎よ。はい。殿は必ずや、真の王者となりましょう。伝令！殿、急報にございます！どうした？何があった？曹操が大軍を率いて、南進を開始しました！慶州牧の劉曹は、戦わずして降伏を決意しました。曹操軍はその勢いを保ちつつ、さらに南下を継続。このまま長江まで達する見込みです。なんだと？曹操、もはやそこまで手を打ってきたか。周囲、曹操の動きはどうだ？はっ、曹操の軍はすでに長江河岸に迫っています。相手は兵力で勝ります。長江を越えられれば退けることは至難。故に何としてもその手前で押しとどめる必要があります。この一戦はあくまで時間稼ぎ、敵を制し対策を講じる時を得るためのものか。時間稼ぎであれやるしかあるまい。手をこまねいていては孫悟に明日はないからの。いや、いきなりとんでもない状況だな。まあなんとかするか。こういう時のために俺たちがいるんだ。頼もしい限り、祝勝の皆様の力頼みとさせてもらいましょう。なるほどな。おめえらの強大な敵ってのは、あの曹操だったのか。面白え。喧嘩の相手としちゃ、とびきりの上物だ。へへ、血がたぎってきたぜ。みんな、頼んだぞ。優先せよ。しかし死ぬな。必ず生きて、私の元へ戻ってくるのだ。では、参りましょう。孫悟、私たちの帰るべき場所を守るために。曹操に長江を越えさせてはならん。何としても奴の進行を食い止めるのだ。戦線を押し戻したいところですが、それには曹操を一度退けねばなりませんね。などに遅れを取るとは。へえ、水上戦には不慣れみてえだな。
足元もふらついてるぜ。大したことなかったな。水の上じゃあんなもんか。これで大丈夫ね。おお、気合入ってんな。その調子だぜ。筋金入りですな。自分も見習う所存です。ここは私が制したわ。この無理は我らが受け止める。決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵の進路は想定と、ここで迎撃します。準攻突、交戦開始。どきなさい。私の気力が破れようとは。敵将撃ち取ったわ。おお、気合入ってんな。その調子だぜ。
守るべき。守れたみたいね。筋金入りですな。自分も見習う所存です。潰しちまうか。お前らついてこい。我ら5人がお相手いたす。曹操軍が武の髄目に焼き付けられよう。あいつら強いな。お前ですごく目立っているわけだ。される逸材よ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。進め進め。我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。なる勝負。逃がすつもりはないの。
いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶよ。守りは性に合わねえんだ。やるからには絶対に抜かせねえ。見事な武勇でござった。またいずれ再戦せん。敵将討ち取ったわ。将来に嘱望される逸材よ。俺より目立つな。つい本音がな。よくやってると思うぞ。戦力ではこちらが優勢だ。この見落としがあったか。どうだかった。曹操軍は強えな。守るべきもの守れたみたいね。よくやった。素晴らしい働きだ。兵の余裕で何があろうと守り抜く。これ以上皆は傷つけさせません。私があなた方を止めましょう。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。よし。まだまだね。この人こそ真の三国無双よ。守りを固めておくぞ。
よっ！私がお相手いたしましょう。やっはぁ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 はっ！傷ついた皆を守れなかった。敵将討ち取ったわ。守るべきもの守れたみたいね。つい本音がな、よくやってると思うぞ。いい戦ぶりよ。敵がハゼ飛ぶようじゃ。拠点に薬が残っていました。ここで回復できそうですぞ。天下まであと一歩。あらなどに邪魔はさせんぞ。気合入ってんな、トニー。じゃあ俺も本気で行くとするか。しよう。おっと、これはまずい。ここは下がらせてもらうぜ。守るべきものは守れたみたいね。やっやっはっ
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。実は感謝します。そうだな。地点を失えば我が軍は劣勢に。断じて渡すわけにはいきません。純文爵と申します。僭越ながらお相手を願います。よし、ここで防御態勢を取るのだ。おしまいにするわ。よし、
気合入ってんな。その調子だぜ。ございません。ここは引かざるを得ないのですね。敵将討ち取ったわ。守るべきもの守れたみたいね。様が敗走。補給地点が敵に奪われました。補給を阻まれるとは、敵も一筋縄ではいかぬようだな。デル、孫権軍二方向から迫ってきています。孫権の強撃策にはまったか。まんまとしてやられたわ。よし、直ちに守備配置につけ。まだまだね。来たる戦闘に備えるのだ。まさかここまで巻き返すとはね。なかなか厳しい状況だ。ならばこの芝中たちにお任せを。我が力をお見せしましょう。どっちだかい。
筋金入りですな。自分も見習う所存です。どう焦っても良いことはない。よし、直ちに守備配置につけ、したる戦闘に備えるのだ。これはまずい。何かいい手を考えないとな。敵将、討ち取ったわ。守るべきもの、守れたみたいね。おお、気合入ってんな。その調子だぜ。見事だ。おもてなしの準備は整っている。ゆっくりしていくといい。ここに来る予感はしてたんだ。だから兵器をたくさん用意しといたぜ。させてもらおう。白明だ。さて、どんな手を試させてもらおうかな。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵将、討ち取ったわ。
まさか備えが足りなかったとは。仕方ない、潔く引くとしよう。他の名を勘が冴える男ってか。どっちかさい。どっちかさい。大したものだ。その分当てにさせてもらおう。守りは我らが受け、決して何者にも抜かせはせぬぞ。孫賢軍がこれほどやるとは、なんか嫌な予感がするぜ。この地はいただいた。これで策の幅も広がるというもの。敵さん打ち取ったわ。守るべきに守れたみたいね。この兵器は工場にうってつけです。ぜひ運んでいきましょう。我が波動、阻む者は切り捨てるのみ。曹操様の邪魔はさせねえだよ。我らが相手だぞ。兵器を運んでまいりましたぞ。早速打ちかけてやるとしましょう。Yes!
守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。よー、敵将楽しかったわ。はーい、俺より目立つな。つい本音がな、よくやってると思うぞ。ごめんなさい。はっ、将来を嘱望される逸材よ。よし、オイラが相手だぞ。どっちかさい。はっ、よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。できんぞ。どうにか曹操の進行を食い止めたか。だが奴はすぐに体勢を立て直そう。
ええ、この後曹操とどう相対するか、孫悟にとって最善の道を探らねば。やったの、見事曹操軍を追い返してやったわい。大軍を要してこの結果とは、曹操も未熟な若輩者に過ぎぬか。戦勝、まずは頂上。このまま急ぎ曹操と対話すべきです。武林での戦に勝った今こそ講和の好機。こちらの条件も通しやすいでしょう。果たしてそううまくいきますかな、長将殿。だよな、曹操は天下を狙って大きく動いてるんだ。この程度の勝ち負けで講和まで考えるかね。ならばいかにして曹操の大軍を防ぐ。今や天下に曹操に対しうる者などおらん。我ら孫悟が単独で戦って勝てる相手ではないのだ。故にここは講和の一手しかあるまい。まず大きく条件を出し、少しずつ引けばよい。そのための好機が今だと申しておるのだ。殿、曹操軍の使者として曹丕殿が参られました。先の孫悟の戦ぶり見事だった。我が父曹孟徳も痛く感心したようだ。ついては孫権殿と狩りに興じたいそうだ。水軍80万を率いての狩りをな。は、80万、断ればどうなる。さほど結果は変わるまい。暴れる虎は狩られるだけのことだ。聞きましたか殿、とても曹操には太刀打ちできませんぞ。殿、俺は劉備に会ってきます。この状況変えうるのはあの男でありましょう。劉備、曹操に敗れ慶州を脱したと聞いたが。なぜか曹操は劉備を執拗に狙っています。奴にとって劉備は何らかの脅威なのでしょう。それが何か、劉備という男が何を持っているのか、劉備と会い確かめてきましょう。そこに曹操打倒の希望もあるやもしれません。分かった、劉備のことはロシクに任せる。曹操と戦ったとて勝てる見込みはないに等しい。それは長将の言葉の通りだが、戦わねば座して死を待つようなもの。父上、兄上、私はどうすれば。曹操軍と孫悟の戦力差は歴然だが、降伏したところで孫悟の明日はない。おそらく水上での戦の練度は孫悟が勝る。しかし相手は80万の水軍だ。濁流に飲まれるように打ち破られるだろう。教えてくれ孫策、この難局に私はどう立ち向かうべきか。